それでは明日はですね、明日の深夜便か、深夜2時、また日またいじゃんですけど、2時の便で今度スリランカに行きますんで、そうですね、明日は宿出ることもなく夕方ぐらいにゆっくり準備して、エアポートメトロ空港行きの地下鉄でニューデリーの空港へ向かいたいと思います。それでは、ニューデリー2日目、インドだと何日目、もう10日目ぐらいになるんですかね。今日は街歩きをしましたけども、今日これにて終了になります。おはようございます。ニューデリー3日目になりますかね。最終日です。今絶賛ホテル全館停電中です。さっきちらっと聞いたら、なんかワイヤー電線の外の電線になんかトラブルがあるみたいで、いつ復旧するか目処が立ってません。今12時前ぐらいですかね。11時ぐらいに起きて、で今こう携帯で照らしてますけども、廊下も何も電気はついてなくて、ここは非常用の多分携帯 LED ライト、これはでも電気使ってるから、これ非常用電源なのかわかんないですけど、そういう状態で、なのでまあしょうがないな。今更インドで何が起こってもびっくりはしないですけども、まあ充電類とかねちょっと困るんで、直前まで充電してきたかったですけどもね、復旧するのを待って、まあ最後まで復旧しないかもしれないけども、そして空港へ夕方4時ぐらいにはここを出発したいと思います。洗濯物もですね干してるんですけども、朝起きたら、換気扇とかが全部止まってて、換気扇っていうかファンですね、止まってて、もう起きた寝てる間に停電してたみたいですね。これ果たしてこのホテルだけなのか、それともこの辺の地域的な停電なのか、外をちょっと見に行ってないので分かりません。はい、現在12時50分、停電復旧しました。よかった、これで充電バッチリ、 PC とかもろもろ充電していきます。どのぐらい停電してたんでしょうね、寝ちゃってたから分かんないけど、とりあえず良かったです。そういえばあのトイレットペーパー、安宿にはついてませんので、昨日買い増ししました。この後のスリランカとかにも持っていこうと思ってるんで、これ35ルピーです、ワンロール。さあ、ここニューデリー駅、地下鉄のニューデリー駅からですね、今度は空港に向かって、ニューデリー、デリーメテロで、メトロで行ってみたいと思います。ここは乗り場5番か6番プラットフォームらしいんですけどね、プラットフォームじゃないの、ゲートナンバーなのか、ゲートナンバー6ってとこから降りてきます。今ニューデリーの駅をですね、中突っ切って抜けてきました。駅の中通ってここまで来れます。でこれを降りていくとメトロの駅ということですね。で僕が見た情報では、空港まで60ルピーで行けるそうです。60、やっぱ60です。とりあえずトークンを買いました。これで60か、事前の情報通り。これは当てる。はい、行けます。どっちやろうな、やっぱりここも普通の鉄道のニューデリー駅と一緒で荷物チェックがあります。ここにたどり着く前に、まあ簡単なものでそんなにちゃんと見られてない気もするけどな。あれ意味あんのかな、あれ。さてどこだ、あれ出口になっちゃった。
ホーム出てきました。お、綺麗だ、よかった。最後は綺麗、綺麗なプラットフォームでした。ちゃんとエアポートって書いてあるんで分かりやすいですね。それで僕はですね、ターミナル2まで行きます。多分エアポートっていう駅で大丈夫かな。うん、あれでいいと思います。おお、なんか初めて近代的な建物に入った気がする。デリーで、おお、快適だ。まあ外に比べたらいいですね。一応次の電車の案内が出てますね。6分10分間隔ぐらいで来てるみたいですね。到着しましたわ。おお、結構乗ってる人が、モノレールみたいなこのなんか入り口が そんな感じしますね。うわ、すげえ綺麗じゃん、中いいのかな、こんな綺麗な車両に乗って。やったー、うわー綺麗、すげえ綺麗です。こういう置き場もありますね、荷物の。今一番前に座りました。あー、これはいいわ。エアコンもちゃんと効いてますね。ずっとあっち、つながってます、車両は。こういう案内も、ちゃんと電気で電子で来てますね。ここにはめちゃくちゃ分かりやすい表示も出てます。まあ、次どこに着くっていうのが、ちゃんと英語で出てるのかな、英語で出てますね。で、僕はここです、エアポート IGI ターミナル2とターミナル3、ここまで行っております。だいたいこれ乗ってから20分ほどで着くらしいですね。ホームの表記はニューデリー駅になってます。ちなみに僕が今乗ったプラットフォームは2番ですね。エアポートって書いてある。で、向かい側はですね、ちなみに3番ですね。あっちも多分、エアポート行きの電車が来るんじゃないでしょうか。あ、着いた。電気がつきました。涼しい。もうニューデリーの街の中から一気に快適になりましたね。これで数えると3つですね。3つ。20分かかって3つほどで着くみたいです。いよいよインド脱出の時間が迫ってきましたが、まあ、この後飛行機で1回チェン内に経由して、そこからスリランカ行きますので、まだチェン内まで厳密にはインド抜けられないんですけども、まあ、あと空港だけなんで、だいぶ快適なんじゃないかなと思います。地上に出てきましたわ。今ずっと地下を走ってたんですけども、まあ、地上に出てます。ちなみにあのチケット売り場はですね、僕は機械で買いましたけども、友人のチケットカウンターでも買うことができます。ちなみにですね、3つじゃなくて4つでしたね。4つで空港まで行きます。着きました。というわけで、デリー、ニューデリー駅から、地下鉄でやってきました。空港までメトロでした。